どうもこんにちは、わびのすけです。中国版先行プレイの経験をもとにエーテルゲイザーの攻略に役立つ情報をお届けしていくよ。中国版の情報なので日本版と仕様が変わる可能性があるので、そこはご了承ください。それで今回はどういう話になるの？今回は初めにプレイする時の注意点。荒ぶらないで、そんな注意点があるの？私が大陸版でやっちまったことを紹介するよ。はじめはわけわからないからね、私の教訓を聞いてほしい。未だに覚えているんだね。日本版でも状況は同じだと思うし、確認してみようか。まずはガチャなんだけど、ファンクターガチャは回さなくていいからね。補足するとこのゲームのガチャが3種類、通常のビザイアガチャ、限定のビザイアガチャ、ファンクターガチャだね。日本のクローズドベータテストではなかったからリリース版は不明だけど、中国版リリース時はつくよみの限定ガチャも解禁されていたよ。最初から3種類のガチャに挑戦できたんだよね。あの時はどれを優先するべきかわけがわからなかったよね。もし日本版でも解禁されているなら限定モディファイアガチャを回してください。特につくよみだったら序盤に入手できる最強キャラだし、万一別のキャラだとしても限定を回しておくべきだね。ガチャ席を使う場合、限定ガチャも通常ガチャもサンクターガチャも消費量は同じだし、限定ガチャは期間限定だからね。サンクターとは武器に装備する精霊だけど、各モディファイア専用と系統共通のファンクターがいます。ルグ主はリリース時に勘違いしていたけど、例えば限定だったつくよみは期間限定だけど、つくよみ専用のファンクターはいつでも交換できるからね。ファンクターについての詳細は別の動画で解説するけど、今日はここだけ覚えておいてね。ファンクターは初めは共用のものでいいと思う。ファンクターガチャでガチャ石を消費するなら絶対に限定ガチャの方を回してください。なおうず主はそれがわからなくて限定つくよみを逃した経緯があります。ガチャ石を消費する場合は限定ガチャにしてね。ちなみにチケットが配布されたらチケットはもちろん消費して大丈夫だけど、ファンクターガチャは普段優先順が低い分あまり回すことはないと思う。よってガチャ券は貴重だからね。本当に必要なファンクターがはっきりするまで使わない方がいいと思うよ。キャラガチャと同じ数のガチャ席が必要だからね。無課金のストラテを出す余裕がないよね。ファンクターガチャは流れがわからないと初見は難しいので、また投稿する動画を参考にしてもらえたらなと思います。まあ事前に言っておきたかった内容は以上だけど、あとの注意点というかやるべきことだけど、まずアンロックされるチャレンジステージはサボらずやろうね。チャレンジステージはスタミナを消費しない上、お得にアイテム獲得ができるので、特に序盤では大事です。あとウィークリーニングの達成条件もあるので、やはり挑戦するべきですね。あとアドミンレベル30だったかな。そこで解放されるギルドはどこでもいいから参加しよう。ウープ主はコム症でなかなか入団しませんでしたもんね。でもそんな心配は全く不要です。このゲームのギルドは、他のメンバーとのコミュニケーションはありませんね。各地任務に挑戦して、ギルド全体で達成する感じですね。それでギルドの任務消化でもらえるアイテムはギルドショップで交換できます。序盤では特にありがたい強化アイテムが交換できるし、特に序盤では入手しにくい星5刻印が交換できる刻印コア。星5刻印で手っ取り早く戦力強化できるからね。刻印の強化や装備の仕方についてもまた別の動画で紹介します。意識してほしいのはギルドの参加メリットです。早い人は1日でギルドを解放できると思います。まずはギルドに参加しましょうね。刻印の絡みで言うと、チャレンジステージの因果観測ステージ、このステージはちょっとめんどくさいし時間制限はないのでいつプレイしてもいいんだけど、このステージをクリアすると時空奇跡が40個回収できるわ。でも時間がかかるし、クリアしたらそれまでの一度きりのステージ、序盤だと後に回しがちよね。ただ序盤の段階だと因果観測で入手できる刻印のかけら、星3星4の刻印と交換できるアイテムだけど、これは序盤ではかなりありがたい。どうせ後々は星5刻印が普通に入手できるようになるから精霊や刻印の出番はなくなるけど、序盤でのゴリ押し戦法が有効なうちは適当に星4刻印を集めてキャラに装備させることで手っ取り早く強化できるからね。本格的な育成を始める前に有効だと思います。星4以下の刻印ってあまり使わなくなるもんね。星5刻印が手に入る状態で
刻印も欠片をもらってもありがたみが薄い。でも序盤だと星4刻印でも非常に有効だわ。攻略に行き詰まった時に因果観測をプレイして刻印を回収するのが有効だわ。因果観測はスタミナ消費なしでプレイできるからね。私は大陸版ではスルーしていたけど、ここでもらえる刻印の欠片有効活用するなら序盤のうちと思います。私が大陸版リリース直後にやっちまったことはこんな感じ。ハンクターガチャまずはスルーしよう。そして序盤ではどこかで育成が行き詰まるからね。チャレンジステージやギルド参加で素材の回収を意識してね。序盤の攻略効率にも関わるからね。まずは強力なキャラを入手、そして育成素材や星5刻印で強くしてどんどん進めよう。最初はわからないことが多いと思うけど、今回の内容が少しでも参考になれば嬉しいです。それではエイティルゲイザーを楽しんで遊んでいきましょう。今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーションアップ、チャンネル登録お願いします。